グラシャリサウルスは、古竜脚類マッソスポンディルスカノ族である。ジュラキ前期の原南極横断山脈の中央に生息していた。断片的な足の化石であるタイプ標本 FMNHPR1823 と左甲子の大腿骨標本 FMNHPR1822 から知られている。カークパトリック山にあるハンソン層の下部に位置する岩や デーガンの中から発見され収集された。古生物学者、ネイサン・スミスとディエゴ・ポールによって2007年に初めて命名され、模式種はグラシャリサウルスハメリとされた。グラシャリサウルスの俗名は、化石が発見された南極横断山脈のベアードモア、氷河にちなんで、凍った氷のを意味するラテン語、グレーシャリスに由来している。種商名であるハメリは、 古生物学と南極調査において大きく貢献したドイツのアウグスタナ大学のウィリアム・アルハマー博士を叩いたものである。足の断片グラシャリサウルスの系統解析により、スミスとポールはグラシャリサウルスがマッソスポンリルス科に属することを突き止め、サターナリアやプラテオサウルスよりも進化した古流脚類に位置づけた。ジュラキ初期の中国に生息していたルーフェンゴサウルスと、 足の形状が類似しているため、ルーフェンゴサウルスとごく近縁だった可能性が浮上しているが、コロラディサウルスやマッソスポンディルスよりは原始的な形質であったとされている。イエーツによる2007年の分岐系統研究、イエーツらによる2010年と2011年の研究、ノーバスによる2011年の研究からも同様の結果が得られている。クラシャリサウルスの発見は、 初期の竜脚類がどのように分布していたかを示す重要なものである。新竜脚類が同時期の南極大陸に生息していた痕跡が発見されているため、グラシャリサウルスのような古竜脚類が当時の南極大陸に生息していたことは、両者の存在時期が重複していたことを意味している。ありがとうございます。